皆さんこんにちは世間一般的には人気があっても業界内では同業者やスタッフ人から嫌われているという芸能人はたくさんいますメディアで見るだけではわからないことも多いですよねそこで今回は実は業界内で嫌われている芸能人を15人紹介していきたいと思います1人目は広瀬すずさんバラエティ番組では照明スタッフと音声スタッフのことをバカにするような発言をして 世間からバッシングを受けましたどうして大人になった時ア明さんになろうと思ったんだろうどうして自分の人生を女優の声を取ることにかけているんだろう大人になって年齢を重ねるとともに声を取るだけでいいの裏方のスタッフさんがいるからこそ自分が女優として輝ける立場ということを全く分かっていないとして業界内ではかなりの反感を買ってしまいました他にもテレビの共演者に対してたびたび 失礼な発言を繰り返しあまりにも周りが見えていない幼稚な発言として呆れられているとの声も上がっています天真爛漫で無邪気と言われればそれまでなのですがお仕事として対応するからにはましてや正統派女優として続けていくのであればなおさら周りに不快感を与えないような態度振る舞いが必要だと投げかけられているようです2人目は大原桜子さん大原桜子さんは女優 歌手として活躍中で、清楚なイメージがありますよね。ですが、恋愛事情は結構なやり手のようです。改新田真剣優さんと結婚を見据えて交際をしていたようですが、白田優さんと浮気をしていたことが発覚してしまい、改新田真剣優さんとは破局してしまいました。しかも驚くことに、その浮気を暴露したのは、東谷義和さんの YouTube チャンネル、ガーシーチャンネルだったのです。 もともとはガーシーチャンネルの収益化記念として城田優さんの女癖の悪さを暴露しようとしていたのですがお相手の大原桜子さんの話ままでで波及してしてったようです。東谷義和さんは西麻布でバーを経営していることもあり芸能界の裏事情についてはとても詳しいですよね。そのバーに荒田真剣優さんと大原桜子さんがよく訪れていたため2人の関係のことも知っていたようです。 思わぬところでバレてしまいましたがやはり芸能人同士での浮気となると業界内ではやりづらくなりますよね3人目は土屋太鳳さん女性から嫌われる典型的なタイプと言っても良いのではないでしょうか共演した俳優との距離感が近かったり清楚系を演じているのも男性の目を引くためにやっていることなんだろうとバレバレな点が嫌われる大きな理由のようです裏では自分から男に寄って行ってて 好きなものを買ってもらっていることもあるらしくあんな男ったらしは見たことないとまで言われています土屋さんの巣を知る知人からはテレビで見るような性格はしていなくてもっと高飛車で有名人気取りで花持ちならないと言われるほど悪い性格をテレビでは完全に隠していると暴露されていましたまたテレビに映らない裏ではスタッフが土屋さんに指示を出した時「うぜえんだよ」と顔は笑いながらも言い放ったり アシスタントを「追い」「お前呼ばわりする」など若手なのに大御所ぶった態度が偉そうと悪評も出ています体育系の学部を卒業しているというのも明らかにギャップ狙いでいろいろな番組で話しているのを見てうんざりのようですまた演技がすごい上手いわけでもないのにドラマや映画 CM など出演本数がやたらと多いのは事務所の力だと言われています4人目は上白石萌音さん 意外に感じるかもしれないですが嫌われる理由は大きく2つありますまず1つ目は2021年の「紅白」の出場を決めたこと20代前半と若いのにおばさんのような雰囲気を出していることが特に女性受けが悪いようですその上本業が歌手でもないのになぜか「紅白」に出場するとなり一部ではブーイングもあったとのことです2つ目の理由は演技が大根読みに聞こえることだそうです テレビで見る側としては分かりづらいかもしれないですがプロ集団の中ではまだまだのようですねそれなのに先ほどの土屋太鳳さんと同様主演作品が次々と決まっていくため業界内では嫌がる人も多いようです5人目は松岡真優さん朝ドラなどもともとは正純派で売っていましたが人気が出るにつれてその印象を壊すような行動が目立つようになりました 電子をを吸っているところを週刊誌に撮られたり、俳優の梶正樹さんと自転車で2人乗りしているところをパパラッチされたり成純派としてキャスティングしている業界側からしたら作品自体のイメージダウンにつながりますよねまた平成ジャンプの有岡大樹さんと同棲していることが報道されてからはジャニーズファンの女性を敵に回すこととなりました大手ジャニーズとの関係性は業界内でも慎重に取り扱わないといけないため 面倒くさいのでしょう他にもモーニング娘。のファンと公表していますがそのアピールが行き過ぎていて周囲からは白い目で見られることもあるようです6人目は唐田恵梨香さん女優として活動していましたが CM などの演技でも棒読みでその演技力の評判はあまり良くありませんでしたそんな中2020年に発覚した俳優の東出雅宏さんとの不倫騒動が 業界や世間から嫌われる一番の要因となりましたね東出さんの元奥さんの杏さんに隠れて3年間も付き合っていたようですがその最中杏さんは妊娠中でした SNS でも匂おわせ投稿をするなど申し訳なさを感じられない言動が大バッシングされ瞬く間に芸能界から姿を消しました芸能界に復帰してからも腫れ物に触るかのようで誰も関わりたくないというのが 本音でではないでしょうか7人目はゴーリキアヤメさんもともと事務所のゴリ押し官が世間から丸見えなほどドラマやバラエティ CM などに露出していました容姿も演技力も特別秀でているわけでないため明らかに事務所の力というのが見えすぎており業界内でも扱い方に困っていたようですそこに拍車をかけるようにして ZOZO ゾゾタウンの元社長である前澤友作さんとの交際で 一時期かななりり話題になりました実業家としての腕はすごい前澤さんですが何かと世間を騒がせるようなキャラクターでもあったため交際相手と公表されていた郷力さんへの接し方には当時のスタッフは気を使っていたようです。8人目は前田敦子さん AKB48 時代にはセンターとして頑張るもわがまま愛想がないなど世間からは常にバッシングを受けてきました。 AKB48 を卒業した後は主に女優として活動していますが現場のスタッフが過度に気を使うほど仕事がやりづらいとの悪評です。感情の起伏がかなり激しく楽屋では人に邪魔されるとキレるしお弁当の量が少ない時にもスタッフに怒ったり怒り方が激しい時は誰にでも当たり散らしそこら辺にあるものも投げてしまうほど周りの人もドン引きのようです。 このように話しかけるのも怖くなるほどに切れやすいためスタッフは話しかけるのもドキドキするほどなんとかスタッフがご機嫌をとって仕事をさせているという状態ですそれなのに私のおかげ的な雰囲気を出しているため現場からは嫌われても仕方がないようですね勝地亮さんと電撃結婚した時もいわゆる出来込んだったため仕事のスケジュール変更など周りは駆け回っていたようです9人目は誰のがれ明美さん テレビに登場し始めた当初から炎上売名の常習犯的扱いを受けていた誰のノガレさんは SNS でも熱愛を匂わせるような発信をしたり顔がコンプレックスとつぶやいて女性から反感を買うなど何かとお騒がせしてきましたそんな誰のノガレさんはモデルとしても活動していますがファッション業界からの評判はかなり悪いようです自分は堀が深いから、 外だと自然光が強すぎて綺麗に映らないと文句を言って、スタジオ代がやたらかかったり、撮影した写真は自分で選びたいと言いまかせたら、ファッションページの企画なのに、自分のアップの写真ばかりセレクトしてきたこともあるようです。修正指示も細かくて非常に面倒くさいため、本人が指定してくるカメラマンにオファーするも、複数人連続で断られてしまうなど、 現場スタッフは切羽詰まるような辛い思いをすることも多々あるとのこと異様な美意識の高さについては業界人からも不満の声が多く苦言を呈す人も少なくないようです10人目は石原ささとみさん10代の頃から女優として活動していましたが初期の頃はポテッとした唇可愛らしいお嬢ちゃんという印象が世間的にも共演者的にも強かったと思いますですが 20代になり再びドラマによく露出するようになった頃昔とは打って変わってわざとらしい仕草や女らしさを意識した話し方になっていて昔を知る人からすると違和感しかないと困惑していたようです現在ではその見た目とは裏腹にトゲトゲした性格をしていてマネージャーやスタッフからは接する時に神経を使うなど苦言が結構出ています現場では早く終わらせようとせっかちでスタッフをせかしていることも また有名な俳優とばかり共演してたり共演した俳優と密接な関係になる確率が高いというのも業界からすると扱いにくく嫌われやすす。くなります過去噂になった人は山下智久さん滝沢秀明さん松本潤さん生田斗真さん小栗旬さん岩田貴典さん佐藤健さんなど有名な俳優ばかりであげればキリがないほど。 全てが本当とは限らないですがそれだけ噂が広まると現場での接し方やキャスティングなどとにかくやりづらくなるため業界からの評判は悪いとのことです。11人目は泉ピンコさん。代表作といえば「渡る世間は鬼」ばかりですが主役であったにもかかわらず同ドラマの脚本家である橋田壽賀子さんの追悼ドラマに起用されず業界内ではドラマ業界から消えるのでは といいう声も上がっていましたその理由の一つとして同ドラマで長年共演していたえなりかずきさんのことをあのガキとテレビ番組で罵倒したことがあるようです同ドラマのスタッフからは嘘をつくということでも敬遠されています自分が一人で橋田壽賀子さんを見取ったこと橋田壽賀子さんの葬儀に35万円かかったこと橋田壽賀子さんのお骨を持っていることなど真偽は定かではないですが どれも真実とは言い難い内容ばかりのようです。また、泉さんのおごり高ぶり、人を見下す態度や誰に対しても悪口を言うという性格の悪さについては、業界内では有名で、共演者は皆さんこぞって敬遠しています。他にも、スマップが解散したことに関して、仲が良かったら続いているわよね、と TBS の番組内で発言したことには、クレームが殺到しました。 TBS も怖くてその映像は使えないと言っているほどです12人目は田中美奈美さん。女子アナ時代にはぶりっ子キャラで業界内はもちろん全国の女子を敵に回していました扱いづらい絡みづらいという理由で共演者からも苦い顔をされていましたよねフリーアナウンサーになってからいつの間にか女優としてドラマや映画に出るようになったりグラビアアイドルでもないのに服を脱いだ写真集を出版するなど その身の振りの変え方に違和感を感じている人は多いようですまたグータン・ヌーボニでゲームオタクの男性を批判するような発言をするなどして一部炎上していたり何かと世間をお騒がせしています13人目は木下ゆきなさんなんと言っても気性の荒さは皆さん納得するのではないでしょうか SNS のアンチコメントにもすぐに反撃したり口調も汚く荒々しく ととてもものの母とは思えないものです日テレの「今夜比べてみました」という番組では過去に気に入らない知人をいじめて不登校にしたと発言したこともありテレビで普通に話すことではありません特に2019年に起きたタピオカ事件は記憶に残っている人も多いのではないかと思います木下さんのお姉さんが働いていたタピオカ屋さんでお姉さんが嫌な思いをさせられたという理由で「 そこの店長へ木下さんが怒りのメールを送りつけたのですが、その内容が衝撃的でした。いい年こいたババアにいちいち言うことじゃないと思うしバカバカしいんだけどさ。弁護士立てて、法的処理。いくらでもできるからこれからの出方次第でこっちも事務所総出でやりますね。このような内容が世間に公開され、ママタレとしても芸能人としても大バッシングを受け、業界で木下さんが起用されることはなくなりました。 このタピオカ事件のあと木下さんに愛想を尽かしたのか藤本敏文さんとは離婚しました14人目は藤原範香さん。その美貌と抜群のプロポーションから2000年序盤には世の女性の憧れとなりドラマなどにも引っ張りだこだった女優さんでしたが時が経つにつれて痛い女性として世間からも見られるようになりますそのきっかけとなったのが2回の結婚遍歴でしょう お笑い芸人の陣内智則さんと結婚するも約2年後には離婚2016年には歌舞伎俳優の片岡愛之助さんと結婚しましたが当時片岡さんが交際していた熊切さみさんから略奪したなど一時期ワイドショーで騒がれていましたその後も李燕の妻として片岡さんを支えますがことあるごとにバッシングを受けるようになり李燕の妻として多忙とのことですが 芸能活動ははほとんん。どなくなななくくりり姿を見かけなくなりました。15人目は和田明子さん芸能界の重鎮とも言われていますがあまりにも偉そうな態度をとっているのがスタッフだけでなく共演者からも評判はかなり悪いようです周りの人がビビって言葉を選んで話しているのもテレビを見ている側からすれば和感満載ですよねそのパワハラぶりはテレビでわかるものでも番組の収録中に電話をかけろと言ったり インタビューの質問にも自分の聞きたいことしか聞かなかったりなど傍若無人で振る舞っています事務所の力や芸能歴などの力関係でレギュラー番組や紅白出場を保っているのではと噂されることもまた酒癖が悪いことも飲み会などの席を一緒にする業界人からすると頭を抱えることのようですいかがだったでしょうか見るからに嫌われていそうな人から意外な人までいたのではないかと思いますいずれにしても 芸能界でうまくやっていくには嫌われないように日頃から振る舞うことが大切ですよね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。